今日だけはゆっくり歩いてもいいかい？プロデューサー、フィッティング終わったよ。なあ、着た感じはどうだ？この通り、ぴったりだよ。どうだい、この衣装は。いやー、さすが咲夜さん、様になっててかっこいいよね。ちょっとその、まあ腰回りだったりも気になったりはしますが、うん、よく似合ってるよ。さすが咲夜、うまく着こなしてるな。あなたにそう言ってもらえてよかったよ。咲夜なんだか楽しそうだな。よっぽどその衣装が気に入ったのか。おや、気づかれてしまったかい。そうだね、きっとこの衣装のおかげかな。へえ、そんなよっぽど楽しみになってる。鏡の前に立った瞬間、そこにいるのが自分じゃないような錯覚に陥ったよ。私ではない、違う私を見ている、そんな気がするんだ。なるほど。鏡の前に立った瞬間、そこにいるのが自分じゃないような錯覚に陥ったと。なんか随分と自分を客観視しているのか。モデルの時だっていろんな衣装を着ていたんじゃないのか。もちろんモデルとして様々な衣装に袖を通すのは楽しかったよ。うん。スポーティーな私、エレガントな私、いろいろな自分に変身できたからね。なるほど。けれどこの衣装は少し特別なんだよ。特別？確かにモデル仕事で着る服とは少し違うかもしれないけど。もうわかってるじゃないか。なるほど、前の仕事は違う、つまりアンティーカで仕事してることに対する喜びかい？違うかな。この衣装を着ているとなんだか違う世界の住人になったかのような気持ちになれるんだ。あなたがプロデュースするアンティーカの世界、あなたが生み出した世界のね。なるほどね。あれ、これって感謝祭の後だっけ？ちょっと見直してみますね。はい、ということでちょっと見直してきまして、やっぱりファン感謝祭の後に追加されたコミュっていうことなので、なかなか深いというか重い一言になりますね。いいですね。なるほど、咲夜らしいな。あなたの生み出した世界で私はどんな風に生きているのだろう。コガネ、マミミ、ユイカ、キリコもきっとそれぞれがあなたの世界で自分らしく生きているはずだ。ああ、きっとそうだろうな。そしてその世界で私はどのようにあなたと出会うのだろうね。それぞれがあなたの世界で、なんというか、まあメタ的な話はやめておきますか。へえ、面白いね。でも言い方が、え、俺もいるのか。もちろん、私たちの世界の生みの親だからね。生みの親になりました。はい、私とあなたはどんな世界でも出会えるはずだと、そう私は信じているよ。すごいね。あの日出会えたように、運命のように、必然のように。いや、咲夜さんなんか一皮むけてグイグイ来るというか、いや、グイグイ来てるとまた違うのかな。でも素直だよね、いいね。お、気づけるかな。またスカウトするかもな。今度は違う関係かもな。
左から行こうか。気づいてみせるよ。かっこいい。気づいてみせるよ。うわ、こんな断言できる男になりたいって言うと思ったけど、咲夜さんは男じゃなかった。失礼しました。どこにいてもどんな世界でも私はあなたのことを必ず。それにきっとあなたも気づいてくれる。あの日私に声をかけてくれたように。いやあ、咲夜さんすごいな。世界が変わってもあなたは私を何度だって見つけてくれる。おお。そう思うのは私のうぬぼれかもしれないね。かわいい。いや、そんなことないよ、咲夜さん。お、いや、そんなことはない。俺だってきっと咲夜を探し出してみせるさ。お。何この顔。いやー、かわいいもあるし、かっこいいもあるし、ずるいよね、そういうところ。本当に。おら、いいわ。咲夜の輝きは特別だからな。それなら、あなたときちんと出会えるよう、どんな世界でも励んでおかないとね。ほう。あなたに見つけてもらえるような輝きを放つ、私であるように。ああ、そうだね。咲夜さんであるように。そうだね。はい、ということで次、真ん中行きましょう。そうだね。お、それはとても素晴らしい。さっきとはまたちょっと打って変わったような。あなたはきっと私を見つけてくれる。私の中に眠るものを呼び覚ましてくれる。ずいぶん期待してくれてるんだな。期待じゃないよ、信頼さ。ほう。そして私はどこにいてもどんなあなたでも迷わずにその手を取るだろう。そして私はどこにいてもどんなあなたでも迷わずにその手を取るだろう。いや、咲夜さん、これかなり大胆なこと言ってますよ。大丈夫ですか？どんな世界でも何度生まれ変わっても私とあなたはこうやって出会うんだ。どんな世界でも何度生まれ変わっても私とあなたはこうやって出会うんだ。かっこいい。そして私は何度だってあなたに連れて行ってもらう。おー。それまでと違う、夢のような、幻のような、そんな美しい世界へとね。プロデューサーはもうあれかな、魔法使いとしてって感じなのかね、もはや。すごいな、咲夜さん。はい、ということで最後ですね。今度は違う関係かもなっていうとこなんだけど、これ言って大丈夫かな？大丈夫かな？おや、それは面白い発想だね。お、ちょっと不服そうな。アイドルとプロデューサー以外の関係か。違う世界ならば、そんなこともあるかもしれない。この表情で、そう言ってくるんだね。その世界で私たちはどんな風に出会うのかな。そしてどんな関係を築いていくのだろう。あ、そうか。今度は違う関係であって、また咲夜さんと出会うっていうのは必然ってわけだ。なるほど。プロデューサーもいいこと言うじゃない。いろんな可能性があるだろうな。そうだね、様々な可能性が秘められているよ。私がプロデューサーで、プロデューサーがアイドル。そんなこともあるかもしれないね。なるほど。それはまたいいですね。俺がアイドルなのか？可能性の一つだよ。それだけじゃない。あなたが教師で、私が生徒だったり、私がアスリートで、あなたがコーチだったり。実際にはありえないけれど、こんな風に考えてみるのも楽しいものだね。い
や、なんか本当に今回の作者さんすごいな。これそうだね、二人の関係全く別のものだとして、もっと深い仲だったかもしれないとかっていうのも考えてたりするのかな。そうだな。あ、でもそんな世界で俺と作家はどう関わっているんだろうな。それを想像するのも楽しみの一つさ。けどどんな関係でもきっとこれだけは決まっている。あなたは私にとっての特別だということ。あなたは私にとっての特別だということ。多分タイはないんだろうね。あ、でもそうか、サクヤさんってそうだよね、そういうキャラだったとこもそういえばあったね。あったけど、あったけど今回のはちょっとすごいな。すごいな。どんな世界でもどのような関係でもあなたはそんな存在になると私は確信しているよ。はあ、すごいな。お、川だ。ほら、お疲れ様、昨夜浴衣姿スタッフさんたちにも好評だぞ。いや、あのね、黒い浴衣っていいですよね、本当に。いやー、似合ってる、本当に綺麗だ、いいな。それはよかった。私もこの浴衣とても気に入ったよ。着心地も滑らかで心地よいし、柄も好みだし。いや、本当によく似合ってるこれ。これはあれかな、椿だったりするのかな。いや、でもかんざしが、あ、でもそう、違う、それか。ああ、昨夜にとても似合ってると思うぞ。ありがとう。ありがとう。すごい親愛度が高そうな、ありがとうだね。浴衣はプライベートではあまり着たことがなくてね、うん、モデルの時に何度か着たことはあるんだけれど、だからこうして袖を通すだけでもなんだか嬉しくなってしまうんだ。そうだったのか、意外だな、似合ってるのに。それはとても嬉しい言葉だね。そうだ、この浴衣買い取りをお願いできないかな。そういうこともできるんだ。ああ、俺の方で伝えておくよ。でも昨夜が衣装を欲しがるなんて珍しいな。欲しがるか、そうだね。ん、違うの、どういうことだ。昨夜、あ、すまない。ん、少しだけ昔のことを思い出してしまってね。昔、浴衣に何か思い出でもあるのか。小さい頃に一度だけ父に浴衣をねだったことがあったんだ。浴衣を着てお祭りに遊びに行きたいってね。でも父が買ってきてくれたのはジンベエだったんだよ。はね、女心分かってないだろう。そんなことがあったのか。私のお願いを聞いて父なりに頑張って買ってきたものだからね。いや、でもお父さんも浴衣買うの恥ずかしかったとかっていうのはまた違うのかな、どうなんだろう。可愛らしい柄のものだったし、あ、浴衣に変えてほしいとは言えなかったよ。なるほど。本当は友達と一緒に浴衣を着たかったと少しだけ思っていたのだけれど。すまないね、こんなつまらない話。いや、そんな。それならこれからたくさん浴衣を着ればいいさ。お父さんにも今の昨夜の浴衣姿を見せてあげたらいい。きっと喜んでくれるはずさ。ああ、そうだね。ありがとう、プロデューサー。うん。さて、そろそろ時間だな。撮影に戻ろう。次は少し水辺に寄って撮るって言ってたな。昨夜足元にはちゃんと気をつけて。あ、
プロデューサー、ちょっと。音？ん？どうかし、ああ、そうか。床だと少し歩きづらいか。すまん、もう少しゆっくり歩こうか。いや、いつも通りのペースで大丈夫だよ。スタッフさんたちを待たせては悪いからね。いや、それは危ないでしょう。なるべく着崩さないよう、早く歩くから。うっと。もう。やはり浴衣だと少し歩きづらいね。と転ばないようにな。ゆっくり歩こう。いや、手を貸そうか。それには及ばないよ。一人でも問題なく。そういうことじゃないよ。いや、ここは素直にお言葉に甘えさせてもらおうかな。いい、とてもいい。いや、プロデューサー、ん？あなたの手貸してもらえるかい？な、あ、もちろん構わないけど、気が変わったのか？さすが私のプロデューサー、察しがいいね。こんな風にあなたにエスコートされる機会などなかなかないからね。せっかくのチャンスを逃したくなかっただけさ。そうかも。エスコートってほどでもないけどな。私にとってはこれで十分なんだよ。さあ、私を撮影場所まで連れて行ってくれるかい、プロデューサー。はい、ということで手を貸そうかっていうところを選択したところから次左ですね。ああ、分かっているよ。顔や体はアイドルの命と同じだからね。まあそうだけど、商売道具に傷をつけたりはしないさ。いや、そうじゃなくてだな。昨夜もっともっと自分を大切にしろかい？おっと、その通りだ。だからそんなに急ぎ足にならなくていいんだ。すまないね。あなたの気持ちは分かっているよ。ほう。けれど、私を待っている人がいる。そう思ったら、のんびりもしていられないだろう。ああ、まあ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 。確かに、昨夜みんなを待たせたくないだろうが、転んで心配もさせたくないだろう。うまいね。これはプロデューサーに一本取られたようだね。うん。それでは慎重に歩くのはもちろんとして、そうだね、もしも私が転んだら受け止めてくれるかい？おお、もちろんだ。昨夜に怪我をさせるわけにいかないからな。それは心強いね。信じているよ、プロデューサー。なんかすごいな、今回の咲夜さん。本当に転んだら受け止めてくれと、で信じているよって。いいですね。さて、じゃあ最後真ん中ゆっくり歩こう。しかし撮影が。時間ならまだ大丈夫だ。それより無理をして昨夜転ぶ方が大事だしな。平気だよ。転ばないようにだけは注意しているし。転ばないにしても浴衣が乱れるのは確かだろ。浴衣を直す時間を考えればゆっくり行っても変わらないさ。なるほどね。なるほど、確かにあなたの言う通りだね。なんというか一番すんなりと説得したような感じなのかな。なんか咲夜さんの扱いがうまいな。急いだところで結果が同じなら誰かに迷惑をかけない方がいい。それじゃあ少しだけ一緒に歩いてくれるかな。ほー、なあ、咲夜のペースに合わせるよ。ありがとう、プロデューサー。それじゃあ少しだけ一緒に歩いてくれるかな。いいなあ。
ゆっくり一緒に歩こうってか。なるほどな。これはうん、なんだかもう少しだけゆっくり歩きたい気持ちになってしまうな。いやー、なんというか少女みたいな、キュンとするようなセリフ回し、すごいな。やはり次の現場入りはギリギリになってしまいそうだな。すまん、昨夜近くで降ろすから先に向かってくれるか。ああ、構わないよ。少し走らないと間に合わないかもしれない。俺も車を駐車場に止めたらすぐに合流するから。悪いな、バタバタさせてしまって。あなたが謝ることなど何もないさ。私のことを待ってくれる人がいるんだ。本当はいつだって駆け足で向かいたいくらいだよ。昨夜らしいな。でも無理はしないでくれよ。心配してくれているのかい。ありがとう、プロデューサー。今回のプロデューサーも、まあ、いつも通りとはいつも通りだけど、昨夜さんのことはやっぱ心配だなっていうところで。あなたも急いで事故など起こさないようにね。そうだね、ありがとう。俺なら大丈夫だよ。安全運転を心がけているしな。それなら安心したよ。あなたに何かあったら、私はあなたを急がせた罪悪感で何をしてしまうかわからないからね。ちょっと待って。あなたに何かあったら、私はあなたを急がせた罪悪感で何をしてしまうかわからないからね。なんか心なしか咲夜さんの語気が強いというか、すごいね、プロデューサーに対しても釘打ってくるね。え？私の愚行を見てあなたはどう思うだろうか。咲夜さん、何をするつもりなんだ。そんなことにならなければいいのだけれど。わ、分かってるって。そうならないように十分気をつけるから。本当かい？お、気をつけていくよ。心配しすぎだ。昨夜を待たせてるからな。あー、これ。それは光栄だね。ではあなたが来た時には完璧に仕事を終えているなんてことをしてあなたを驚かせようか。すごいな。え、まさか、さすがに昨夜でも。そこまで驚いてくれると言った甲斐があるな。おー、冗談か。さすがにそれは私でも実現できそうにないからね。だけどあなたが着いた時には仕事がスムーズに進むよう努めておくよ。なあ、助かるよ。いや、お礼を言うのは私の方さ。BGM がなくなったの。あなたの言葉のおかげで、ああ、あなたを待つ間も安心して仕事を進めていられそうだ。私が待っていると言えばあなたは必ず来てくれる。ああ、そうだね、そうだね。なんだかとても幸せな気分になれたよ。ほー、それを思うだけでも幸せだと。すごいな。はい、ということで、じゃあ左からですね、気をつけていくよっていうところで。ああ、そうしてくれると嬉しいな。うん、私だけ先に行ってあなたが来てくれないなんて耐えられないからね。おー、ああ、昨夜のためにも安全運転を心がけるよ。もちろん昨夜もだからな。急ぐと言っても焦りすぎるなよ。走って転んだり、よそ見して車にぶつかったり、ああ、スタジオの廊下も走るなよ。
まるで先生に諭されている気分だね。あなたにそう言われるのも悪い気はしないのだけれど、お、小さな子供じゃないんだ。きちんと自制するよ。頼むぞ。俺が元気に向かったのに昨夜がいなかったなんてことになったら困るからな。ああ、私もあなたを困らせたくはないからね。あなたが来てくれるなら私は必ず待っているよ。あなたが来てくれるなら私は必ず待っているよ。いいね。だから私がどこにいてもあなたはまっすぐに私のもとへたどり着いてほしいな。いやすごいな。なんかいつもの咲夜さん節が効いてるのもあるけど、なるほどね。こんな風に迫られたら確かにたじろいちゃうな。はい、では最後ですね、真ん中行きましょう。おや、その言葉は心外だよ。お、こんな風に言い合ったのが今生の別れになるかもしれないんだ。そんな、あなたは私にあの時もっと言っておけばなんて後悔をさせたいのかな。今回のサケさん強いな。いやー、なんか圧倒されてる感じがする。そうだな、言葉が悪かった。すまない、サクヤ。ちゃんと気をつけるよ。私も強く言いすぎたね。つい意固地になってしまった。いや、いいんじゃないかな。しかし、あなたが私を心配してくれるように、私もあなたのことを思ってるんだよ。それだけは理解してほしい。そうか、ありがとう、サクヤ。分かってくれたのならいいんだ。それじゃあ焦らずに行こう。お互いのために、今日のより良い仕事のためにね。すまん、サクヤ、待たせちゃったな。あ、浴衣着てる。いや、やっぱいいな、この浴衣。すごい似合ってるよ。いや、こちらこそすまないね。急に誘ってしまって。サクヤさんからの。いや、俺は大丈夫だ。お、その浴衣、撮影の時に買い取ったやつか。やはりすぐ気づいてくれたね。うん、もちろん。着付け方は自分で調べた簡単なものなのだけど、どうかな、おかしいところはないだろうか。いや、うん、ちゃんと着こなせると思うぞ。さすが咲夜だな。よかった、あなたのお墨付きなら安心だ。うん、さあ早速会場へ向かおうか。そろそろ行かないと間に合わなくなってしまうからね。ちょっと待って、これはいわゆるデートというやつではないのかい？違うのかな。まあ、違うんだろうな。それはないんだろうな。昨夜歩きにくくないか？ああ、大丈夫だよ。前の撮影の時スタイリストさんに楽な歩き方を教わっていてね。けどこの調子では。ん？おっと。あ、大丈夫か？うん、ぶつかってないよ。あんなに走って子供は元気だね。まるで羽が生えているみたいに軽やかで、どこへでもかけていけそうだ。花火もそろそろ始まるからだろうな。しかしあの子、急ぎすぎて転んで怪我でもしなきゃいいけど。あなたが心配してくれるならきっと大丈夫だよ。それに、
すごい。あ、なんか、いい意味で鳥肌が立った今。なるほどね。ジンベエ着てる咲夜さんってことか。始まっちゃったな。すまない。私の歩きに合わせてもらっていたから。そんなことないさ。こっから見る花火も風情があると思わないか。こっから見られたのは昨夜のおかげだ。あなたは。プロデューサーもなかなかいい言い方じゃないですか。ああ、そうだね。こうやって歩いてみて分かったのだけれど、やはり浴衣は歩きにくいもので。そうか、だからだったんだね。あ、だからお父さんジンベエ選んでくれたってこと？小さい時よく走ってたから。いや、どうなんだろう。あ、どうした？さっきの子ジンベエを着ていただろ。ああ。それを見てふと思いついたことがあってね。うん。子供の頃の私は活発で。あ、やっぱり。それこそさっきのこのようにどこでも駆け回っていた。うん、うん、うん。そんな私がのびのびと遊べるように浴衣ではなくジンベエを買ってきたのではないかと。なるほどな。いいお父さんだな。うん。あの頃の私は父の思いを理解することができなかったけれど。間に合わなかったなんてことはないさ。ああ、そうだと思いたいね。いや、あれ、咲夜さんのお父さんの話ってさ、どこまで出てたっけ。の花火が。今からでもきっと。プロデューサー、せっかくここまで来たんだ。会場まで行こう。ここまで含んで言ってるようだと、やっぱりそういうことなのかな。どうなんだろう。俺は構わないが、昨夜は大丈夫か？ああ、今の私の歩みでも終わるまでには着くだろう。間に合わないなんてことはないさ。そうか。でも急いだり無理はしないでくれよ。足でも痛めたら大変だからな。おや、その時はプロデューサーが私をお姫様抱っこでもしてくれるんだろう。いや、それは肩を貸すくらいなら。冗談だよ。そんなに慌てないでほしい。あなたがゆっくり歩いてくれているからね。まだまだ私も行けそうだよ。いや、いいな。でもあれだよね、これ今プロデューサーと昨夜二人で歩いてるんだよね、お祭り会場を。すごい映える二人だろうね。いや、みんな多分注目してるよね、多分。こうやって歩幅の狭い私を気遣い、あなたが合わせてくれる、こんな日もたまには悪くないからね。やっぱ咲夜さん笑顔だな。笑顔が似合うよ。っていうか、やっぱデートじゃんこれ。いいのかな。おだから、もう少しだけこの夜空に静寂が帰ってくるまではね。だから
もう少しだけ。この夜空に静寂が帰ってくるまではね。たまらない、この最後のねの言い方がたまらなく、とてもとてもいいです。やばいな、いやほんとすごいな今回の作家さん。ではトゥルーエンドゴーということで、うん、だいたい予定通りに、予定通りの終わりになりそうだな。この後他のみんなと合流予定だ。その前に控え室に行って少しだけ打ち合わせをしよう。ああ、わかったよ。それからみんなでの撮影が終わったら雑誌のインタビューがあるが。聞いているよ。確か子供の頃の思い出がテーマだったね。おお。ちゃんと受け答えも考えてきたから安心してくれていいよ。さすが咲夜、頼もしいな。あなたに褒めてもらえるなんて光栄だな。随分と褒められて嬉しいっていうのを表してくれるね。だけど私はあなたのアイドルだからね。このくらいは当然のことさ。だけど私はあなたのアイドルだからね。このくらいは当然のことさ。押してくるじゃないか、そこ。それでインタビューが終わったら今日のお仕事は終わりでいいのかな。ああ、それからあとはあれ、控え室は一つ戻ったあっちか。あ、すまん、曲がり角を過ぎちゃったな。おや、そうだったのかい。全く気づかなかったよ。私もあなたも話をするのに夢中になっていたからかな。今日のお仕事は終わりでいいのかなというところから。いや、すまん、ついな。もしかして歩くのも早かったか。いや本当にすまん、全然考えてなかった。いや、そんなことはなかったよ。だからそんなに謝らないでほしい。そうか、それならよかった。あ、でもそうだね。お、なんだろう。というかあれだね、プロデューサーもついつい浴衣姿の時に歩いた時を思い出してね、自分の歩幅というか歩きの速さを気にしてたっていうのもあったりするのかな。どうした？やっぱりもう少し合わせた方が。いや、そういうわけじゃないんだ。ちょっと嬉しいなと思ってね。話しながら歩こう。止まっている余裕もないしね。いやー、もう咲夜さん、この時間が幸せだ、幸せというか嬉しいなということで。なるほどね。な、ああ。今、あなたは私に会わせようとか、そんなことは考えずに歩いていたのだろう？なあ、そうだけど。あなたと歩くとき、あなたを待たすことのない私でいられる。そう思うと、私は私でよかったなと改めて実感したんだ。あなたと歩くとき、つまり、いや、なんて言えばいいんだ。まあつまり今の自分が、自分というか今のやっぱこの感じがいいんだろうな。ねえ、あなたにも聞こえるだろう、私とあなたの音が重なるのが。いや、すごいよ咲夜さん。ああ、そうか、もし足音もさっきからずっと重なってたってわけ。なんてことだ。この音はとても幸せな音だね咲夜さん。いや、すーごいって本当にこれ。もう
ぞっこんじゃん。はあ、嬉しそうだな、咲夜。ああ、そうだね。いつまでもこうして歩いていたくなる。歩いているだけで幸せなんて贅沢すぎる気分だよ。そうは言ってもいつまでも歩いてたら控え室に着かないな。それもそうか。でも大丈夫だよ。ん？歩いている時だけじゃない。あなたの隣にいると私はいつだって。昨夜？それだけのことさ。あ、だからなんかはぐらかされたような、でももう答え言ってるようなものじゃん。隣にいるだけでもう幸せだってすごいな。さあ行こうか、プロデューサー。うん。ああ、終わったー。いや、すごいな。もうすごいなとしか言えないけど、でも、そうなんだよね。咲夜さんってもともと、なんというか、咲夜さん節というか、結構その王子様気質なところで、ぐいぐいと来るところもあったんだけれども、やっぱりそのファン感謝祭のあの一件を乗り越えて、より一層また、そうだね、王子様とまた違う、本当に何だろう、女性らしいというか、本当に少女のような、自分で言ってちょっと気持ち悪いなと思いながら、いや、よかったです本当に。いや本当、咲夜さんすごいな。ありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。